あ、こんにちは、豊さん、はい、サトテル選手が上がってくるのはいつでしょうか。昔くなったってそんなしたね。なあ、あのノイジー選手の方が先にじゃあ行ってきますって言って上に上がっていっちゃって、サトテル選手が未だに上がってきてないんですよ。だから下から、ね、小山選手も今落ちてますけれども、落ちてきてもどんどん上に上がっていく選手の方が多くて、お見送りしてる状態なんですよ今。でもなんか守備を話に聞くと、そうなんです、棒立ちになって足が動かないっていうことになってるんでしょ。そうなんです、まあ、そもそも岡田監督、ウェスタンリーグで現段階ですけれども14試合で6失策の下手ミスを、はい、まあ、佐藤輝明選手はしてしまっていると。ただホームラン現時点で2本で、あと6試合連続のヒットも打っているので、打つ方ではまあ好調なので、これは上に上げないんですかみたいなことを記者が問ったところ、下でそんなにミスしているんだろうと、だったら全打席ホームランぐらい打ったら価値あるけどなというふうにおっしゃった。それは多分全打席ホームラン本当に打ってということではなくて、3つぐらいの貢献がないと6つのエラーは消えないよということでしょ。 そこなんですよ。そういうふうにまあおっしゃっていて、現段階ではまあ佐藤輝明選手上に戻ってくるというものはないと、情報は。でそんな中でちょっとあの他の解説の方も言われていたんですが、下でのエラーの仕方がちょっとおかしいぞとあのちょっと棒立ちになって手だけで取りに行ってエラーをしているとか、まあ、足が動かなくなるんだよな、はい、怖いとね、はい、っていう風なエラーに変わってきちゃってると。その一軍で佐藤輝明選手がしてたエラーとまたちょっと違うものになってきちゃってるっていう。いや違うものにしたんだよね多分周りが。その守備のことを言われすぎるとさ、はい、それ意識するから、はいね、かっこいい男がいて、はい、意識する男がいて、うんね、だからその人が気になればなるほど、うん、だから動きがぎこちなる時ってない。なんか、かっこよすぎるあまりに、向こうがかっこよすぎるあまりに、うん、あこっちがね、うん、ああります、ぎこちなくなる、なんか自分じゃなくなるみたいな。そう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 、その人の前で挨拶するんでも、いや私のキャラじゃないみたいなのが出るときない。あります、あるでしょ、それと一緒だよ、うん、もうじゃあ守備に対しての意識が強すぎるんだよ。それは今守備イップスになってしまってるんですか。まあ、イップスまで行ってるかどうかは分からないけども、うん、それに近いような、うん、そんな感じだね。そうか、それはね、例えば総打の方に、はい、うんうん、ね、頑張ろうって、あ、いやいや総打の方も頑張ってんだよって、うんうんうん、ね、もうそれと一緒だよ。一番本当は頑張ってって言っちゃいけないんですよね。そうよ、うん、だから守備が下手で分かってるよ、うん、サトテルも、うん、いや俺上手くないって、うん、でそこにさ、なんか傷口に塩を塗るようなガチガチに詰め込むみたいな、うん、あ俺はお前鮭かみたいな、もう塗られて塩塗られてもう俺北海道行かしてくれて鮭鮭鮭、いや本当に塩漬けにされてもうふにゃふにゃですよ、ふにゃふにゃなって今それか、いやもうそれだと思うよ。うわ、そうだから言ってんじゃん、もう、うん、意識させなくても、うん、一緒に楽しんでやれば、うん、下手なやつほどね真剣に考えるんだよ、うん、真剣に考えるほど体が動かなくなるし、うん、だから里照が動かない、体が動かない、あ意識があるんだなと思って、守備の逆にね、あ良かったと思うよ。そっか、捉え方としては、そっか、うん、それじゃない、平気で、あらバンバン動いてるけど、うん、バンバン弾くぜみたいな、これじゃ困るんで、脳電気になっちゃう。いやだけど、やっぱ意識が強いだけに、やっぱカンって打った瞬間、ボールが見えた瞬間、固まるんだよ。もう怖くなっちゃう。やっちゃいけないんだ、怖いんだよ。え、豊さんはもう名士でしたけれども、そういう経験あるある、あります、あるある。え、それは何きっかけでそうなっちゃうんですか。いやいや、エラーがきっかけで。ああ、そう、一つのエラーで。でもね、俺は同じ球を同じトンネルしたんだよ。岡田さんが最初、真弓さんが詰まったのかな、はい、でセカンドゴロ来たらトンネルしたんだよ、甲子園で、はい、うん、あでいかんと思った。次岡田さんが同じように詰まってきたんだよ、はい、またトンネルしたんだよ。で点やって、はい、またコーチに言われた、うん、お前うまいなって。え、何ですかって言ったら、すいませんとか言って、いやお前同じような球を同じようにエラーしたトンネル、それもそれはね、やっぱ形ができてないとね、そんなトンネルできんぞ言って。逆に言われて、プラス思考ですね、うん、あそっか、だからといって俺助かったとは思わないけど、はい、まあだけどやっぱそのぐらいに考えてくれるコーチがいると、うん、まあ例えばね、岡田監督が、うん、お前守備なんとかせえってファームに、うん、守れんかと思う、一軍に行けないぞみたいなこと言われて、うん、試合に出されノックも打たれ、うん、そしたらね、もう意識がそこしかないよ。そうですね、
そしたらカーンってなったらね、もう力むんだよ、はい、そしてね、目が力むっていう、わかる、わからない、ボールが見えなくなるんだよ。え、どういうことですか。やっぱね、カーンってやってね、下半身には力がないといけない、はい、動かなきゃいけない、うん、でも状態はもうスポンジのように軽く待っとかなきゃいけない、うん、はい、あとはやっぱ目が力むと、うん、ボールが見えないというか見にくくなる。じゃもしかすると目が力んでる状態なの。めちゃくちゃ力んでると思う。そうですよね、うん、だからもうとにかく状態はリラックスして待ってやる、うん、まあシングルハンドでもいいし、はい、そういうふうなことをやっぱこうしっかり教えてあげないと、うん、でサードで多分ノック受けてると思うけども、はい、ちょっと距離を持ってショートで受けさせていい、はい、ショートで、うん、ショートで全部お前外野手のつもりでチャージしてこいと、でファーストにスローしてみろって、はい、そしたら絶対シングルハンドになるから、うん、そしたらタイミングを変わって合わし出すよ。あーでサードだから速い打球が来る、はいね、強い打球が来る、カーンフーンって力むからもう動かないんでもうそうですね、あーってなりますよね。そうそうそう、でショートだったら距離感があるからカーンって来ても合わすだけの時間があるから、まずショートで受けさせてみるといい、ノック、そうそれがサードに生きてくるってことですよね。そう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 、あと例えば冒頭だったりとかっていうのは一塁への送球のそういうのはどうしたらいいんですか。いやもうそれは、うん、そのリラックスしてステップさえ踏めれば、うん、あとは投げれるから、うん、あれ冒頭しちゃうのはなんでなんですか皆さん。サードからいやだから冒頭しちゃいけないと思うし、うん、だから結局冒頭するやつは大体イップスなんだよね。あそうなんだ、うん、大イップスなんですか。大概イップスそうなんです、ね、大概イップスになっていくよ。あんまりだから神経質にさせないの。逆にもあれがね、お前ちゃんとキャッチボールやろうぜみたいなぐらいで言っときゃいいんだけど、うん、お前こここうだこうだお前ステップだどうのこうのって言うから、うん、取るのも必死なのに、なんでそしたらお前カチカチでどうやってステップするのかなみたいな。もう手と足一緒になっちゃう。お前右足出して右手振るようになるぞお前これからは。本当そうですよね。いやだからこうやって取ったらステップ踏んでラインを決めときゃいいんだよ。こうやってライン、はい、そのラインの中で投げてやるといくからちゃんとちゃんといくから心配すんなお前でも岡田監督はやっぱり求めるものが大きいからだったらじゃあ打つ方でもっとポコスカ打ってよっていう注文来ちゃったんですよ。ポコスカ打つのも、うん、あのね、まあ、例えば3割、ね、40本を可能な選手だよ、うん、いやだけどまだそこまで行ってないって、うん、まだ 1.2 割5分の25本から30本いくかいかないかぐらいだから、うん、だからそれを高望みしてさ、うんうん、ね、過度の期待をかけるとやっぱおかしくなるじゃない。そうですよ ね、 ね、東大行ける頭があって、うん、お前東大行けるんだみたいな、うん、でも何も詰め込まない中学生が、はい、東大の問題用紙出されても、うん、わけわからないよね。そうですね、まあ、1問2問解けたとしても他何これ何言ってんだみたいなもう漢字も読めねえぞみたいなそんな感じじゃない。そうですね。いや例えば周りの期待がね、家族の期待が大きいと。高校になって初めてあなんとなく分かってきた、うん、3年だったらもう勝負じゃない、うん、はい、その段階がどこにあるんだっていうことをやっぱしっかりで考えてあげないとさ、スーパーマンじゃないから彼。確かに。ただその同期に入団してきた例えば DeNA の牧選手、お前ちょっと待ってあのね3年連続20本打ってんの、はい、ね、阪神では史上初なんだよ。そうですよね。なんで腐す必要があるんだよ。まあそうか、だから可能性を伸ばしてやればいいじゃない。過度の期待ばっかりかけてさ、うん、できなかったらもうケチョンケチョンに言われ、はい、いや俺なんか悪いことしたかなって思いますよね。思うよね。俺守備だって一生懸命やってるつもりだよって、うんうんうん、だけどその時にたまたまミスして、はい、その人間やることだからミスあるじゃない、はい、勝ってる時は容認できて負けてる時は容認できないなんて、うん、理不尽ですね。そんな都合のね、うん、いい話なんかないよ。確かにみんなね一生懸命やってるから、うんうんうん、ね、まあ里での普段の態度もあるだろうけども、はい、うん、だけど里ちょっと遊びに来い。いや、ところにね、ちょっとリフレッシュ、大山選手と一緒に一緒に遊びにおいで、もうそうですね、気分転換して、もう野球の話とか、うん、ね、佐藤さん、ちょっとノック受けてみるか、みたいなじゃあ、まあ、みたいな、できるなの、みたいな
褒めて伸ばす、そう大山ちょっとやってみようかみたいな、うん、うまい、あ、じゃあ俺がいいやつ紹介してやるみたいなそうですね、打撃の ね、あそうか、いやだからもうちょっと遊び込んかな、本当に2人ともね、そうですよね、ただやっぱり阪神にいるっていうだけで、でもね、2人ともね、本当好青年なんだよね、うん、俺から言わしたら、うん、本当にね、サトデルなんかは自分でドライブライン行ってね、はい、バッティングを見つめ直してきて、うん、そういう努力をしようとしてるじゃない、うん、で大山だって一生懸命フォアボール取ってさ、はいね、後ろにつないでみたいなこと知ってたよ、うん、4番で、うん、もう本当は俺はもう大山のあの4番、うん、MVP 取れなかったけど涙が出るぐらい、うん、そういう思いがあったもんね、つなぐ4番って言われましたからね、そうそう、いやだけど本当に最後までね、あのプレッシャーなんか4番を一試合休まず務め上げたなって、はい、それができる男たちだから、うん、絶対立ち直ってくるよ、そうですね、立ち直せないと周りが潰したって言われるからね、そうですね、うん、もう俺が言ってやる、うん、周りに恵まれなかったな代わりにね、代わりに言ってやるそうですよね、いやでも必ず彼らは立ち直ってくる、うん、やり方によっては簡単に立ち直る、そうかそうか、うん、まあ、実力が、ね、ある2人ですし、やっぱりその阪神っていう注目されてしまう良くも悪くもいると、うん、やっぱりちょっと外に出ると例えば家路が飛んでくるとか、ご飯行ってもお前何なんだあの渋谷みたいな感じ言われてさらに萎縮しちゃうとか、もう家からも出られないような状態になっちゃってるのかな、でもね萎縮する球じゃない人に言われたからってあ、そっか、いやしっかり自分はちゃんと持ってるし、うん、それは言われても当然だっていうふうに思ってる、そうかそうか、言われても萎縮するんじゃなくて、うん、だから、まあ、もっと練習して頑張りますっていう心の中に思ってるやつ、そうか、もっと打てよ大山って分かってますそうそうそうなんですか、打ちます、打ちます、分かりました、分かります、え、取れよ、いや、あなたより自分の方が腹立ってるからって自分にっていうタイプで、ね、そうか、佐藤輝明選手ももちろん分かりました、低めは振りませんと思ってます、そうでも振っちゃうんですよって、でも完成ではないと、まだそうですね、いやしっかり本当に野球を真面目に考えてないかって言ったら、考えてる人たちだけに、うん、まあ、応援もしたいし ね、 そうですね、まあ、立ち直ってほしいし、はいね、この2選手、まあ、今日ね佐藤輝明選手、最後に大山選手の話も出ましたけど、この2選手はもう阪神にもう欠かせないというか、 いなきゃいけない、ね、選手たちなので、早く上に上がってきて、だ一時期阪神がグーンと来た時は佐藤輝明のサヨナラのヒットからだからね、うん、あそこからですよね、ああいうきっかけを作れる選手なんだ、悟ってる選手に関しては豊さんも今すぐにでも上げてきて、上げた方がいい、2軍の選手じゃないから、そうですよね、2軍で2軍で成績きっちり上げました、 100% 守備ができました、うん、何本ホームラン打ちました、1軍とは関係ないから、それは確かに全くそうですね、そうでしょ、うん、やっぱり1軍でやってもらわなきゃいけないでしょ、うん、だからやっぱもう1軍に上げて俺はやらした方がいいと思う、そうですね、まあ、1軍しか似合わないよ、もちろんもちろん、もうね、うん、2軍の選手じゃないし2軍で鍛える、うん、どこ確かにあくまでそこ2軍ですもんね、そうそうそう、1軍とはやっぱ全く別物なので、そう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 、そうですよね、あの交流戦中には上がってきますかね、いや上げないといけないと思うけどな、俺は本来は、うん、特に佐藤輝明選手に関してはもう祖国も、いやだからもう守備がダメだったら DH だけでもきっかけとしてやらせればいいじゃん、うん、そうですよね、パリーグ主催の時の、うん、ほらお前ブリブリ振られてねえやお前、うん、怖いぞお前、確かに怖いですよね、いやだから DH だけでもいいじゃない、守備があれだったら、うん、それだけでもまあ半分残ってるわけでしょ、まだまだ残ってます、そうです DH がね、はい、うん、そしたら上げるべきだと思うよ俺は、そうですね、大山はねちょっとね、まあ、ミニキャンプを晴らしたい、うん、ちょっとリフレッシュも兼ねてっていうんだったらそれはそれでね、うん、もう仕方ないなと思うし、うん、ちゃんとリフレッシュできるといいなって思うけども、はい、サトテルの場合はもうねリフレッシュも何も、もう一軍でも守備がダメだったら最初 DH からでも使ってあげるとかね、はい、まあ、そうした方がいいかなと思うけどね、そうですね、またねもうすぐにでも一軍でちょっと打席に入ったりとか活躍してる佐藤輝明選手、それがねなんか阪神のまた上昇していくきっかけにきっとなってくれると思うので、まあ、きっかけは作ってくれそうな気はするけどな、うん、俺はね、ですよね、破壊力あるから、そうですよね、はい、頑張ってほしいですね、はい、はい。